皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。もうすぐゴールデンウィークですね。4月21日から5月6日まで手柄山中央公園で手柄山スプリングフェスティバルが開催されています。スタンプラリーや楽しいイベント盛りだくさん、ぜひお出かけください。それではまず街の話題です。はじめに4月3日から8日まで姫路城夜桜会が開催され、期間中多くの方が夜の姫路城を訪れ夜桜を楽しまれました。午後6時、あたりが暗くなり始めた頃、姫路城西の丸庭園がライトアップされると、深まる夜空の中、姫路城を包み込む淡いピンク色の桜が幻想的な風景を見せてくれます。毎年桜が満開を迎える頃、姫路城では姫路城夜桜会を開催しており、多くの方が夜の姫路城に訪れます。この姫路城夜桜会は、姫路城内の西の丸庭園を夜間に無料開放し、姫路城西の丸庭園のおよそ70本の桜をライトアップしています。昼間の太陽光に似せた自然な色調のエリアや、色合いが数秒ごとに変化するエリアなど、西の丸庭園内には100基の LED 電球が使用され、満開のソメイヨシノをあでやかに照らします。訪れた方は真っ白にそびえる姫路城大天守をバックに、さまざまな表情を見せる桜の華麗で優美な世界を楽しまれていました。続いて4月9日、姫路市で初の9年生義務教育学校白露小中学校の開校式が行われました。姫路市では2009年に城南・城村小学校を統合した白露小学校を白露中学校隣接地に開校、以降小中一貫教育の推進モデル校とし、校歌や制服などを統一し取り組みを進めてきました。そして今年度から校長を1人にし、前期課程の小学部と後期課程の中学部からなる義務教育学校白露小中学校となり、9年間を一貫したカリキュラム編成などに取り組みます。平成29年度までに義務教育学校は全国に48校あり、白露小中学校は兵庫県で2校目となります。開校式では2年生から9年生までの児童生徒とその保護者や教員などおよそ950人が出席する中、松田克彦教育長が開校宣言し、白露小中学校初代校長となる山口伊一校長に校旗を授与しました。ありがとうございます。精一杯努力してまいります。白露小中学校では確かな学力を基盤とした総合的な人間力の育成を目指し、一人一人が夢を抱き未来に輝くことができるように、9年間を一貫として捉え、小学校と山口校長の挨拶の後、児童生徒を代表し9年生の竹内敦樹生徒会長が、姫路城に見守られ夢を持ち未来に向かって輝き続けられるよう力を合わせ勉学に励んでいきますと力強く誓いの言葉を述べました。白露一新、白露小中学校を日本一の学校にすることを誓います。最後は児童生徒による校歌斉唱で、姫路市初の義務教育学校白露小中学校開校式を締めくくりました。Yeah.
続いて広報推進員のコーナーです。皆さんこんにちは。平成29年度版子ども若者白書によると、15歳から39歳の働いていない人の数はおよそ77万人で、これは15歳から39歳の人口のおよそ 2.3% を占めています。これを姫路市の人口に当てはめて考えると、市内で働いていない人はおよそ3000人いるのではないかと推測されます。しかし現在の姫路市の有効求人倍率は 1.81 で売り手市場といえます。今回は姫路市が国や県、市内の関係機関などと連携しながら取り組む次世代への就職支援についてお伝えします。まずは姫路市労働政策課に市の取り組みについて話を聞きました。市の活性化のためにも就職支援を行うことは重要な取り組みの一つですよね。湯口さん、姫路市では若者の就職支援に関してどのような活動を行っているんですか？はい、姫路市若者ジョブセンターの開設や職業訓練講座の開講、合同企業説明会の支援など様々な取り組みを行っています。そこで今回はその取り組みの中の一つであるジョブトレーニングについてご紹介します。ジョブトレーニングは44歳以下の働いた経験が少ない人が就職に向けて短期間の就業体験、地域イベント、職場見学会などへ参加する機会を提供するものです。仕事に対する意識を高めることで就職につなげていこうという取り組みです。ジョブトレーニングを運営しているのは NPO 法人コムサロン21です。コムサロン21は呉服町に拠点を置き、厚生労働省から姫路若者サポートステーション事業も受託しています。キャリアコンサルタントや臨床心理士による就職相談、就職支援セミナーなどのほか、保護者からの相談もお受けしています。さまざまな支援を行われているということなんですが、ジョブトレーニングではどのようなことを目標にされているんですか？はい、できるだけ社会に出て実践的に活躍できるような活動を通していただいて、自信を持って社会に出ていただく、そういったことを目標にしています。カウンセラーがカウンセリングをすることで自己理解や仕事理解を進めていただいたり、あとセミナーを通してビジネスマナーや応募書類の支援をするというのが多くの支援にあると思うんですが、こちら姫路若者サポートステーションではそこから一歩踏み込んでいただいて、社会に出て役立つようなお仕事の体験就労を通して自信を持って応募に役立てていただくという支援を進めさせていただいてます。職員はどのような思いで活動されているんですか？はい、社会に出る前にやっぱりいろいろな原因でつまずいてしまう、例えば不登校ですとか引きこもりといったこともあるかもしれないんですが、まずはここに来ていただいて、スタッフがまずは温かく迎え入れる、彼らの一番の理解者でありたいと思っております。ただしそれだけにとどまらず、社会に出るために私たち一人一人は社会人として彼らに接していくことで成長していただく、それを心がけています。ということで、実際行われているジョブトレーニングを取材してみました。この日は車体清掃が行われていました。参加者たちは1台あたり15分から20分ほどかけて、全部で60台のバスの清掃に取り組んでいきます。指導を受けながら窓拭きや手すり拭き、床の掃き掃除や水拭きを丁寧に行っています。ジョブトレーニングに参加したことが就職につながったなと感じられる部分はありますか？やっぱり事前に仕事を体験できて不安がなくなって、それが大きいと思います。実際に就職されてみていかがですか？みんなやっぱ親切に接してくれて、ね、いい職場と思っています。企業側としても、実際に採用する前に、その人がどんなっていうのも見れるし、
実際入るときにはもう即戦力という形で、まあ、入っていただけるので、どちらもいい感じになれるんじゃないかなって感じてます。まあ、1週間程度されるので、まあ、終わる頃には人とのコミュニケーションが取れたり、作業の方も慣れて、素早く対応できるようになっていったかと思ってます。弊社としましては、できるだけ多くの実習生を受け入れて、まあ、貢献できたらいいかなと思っておりますので、今後とも引き続き、やっていきたいと思っております。皆さん奮闘されていましたね。そうですね。マッチングとかも考えながらしっかりと定着していっていただけたらなと思っています。サポートステーションでは一旦働き始めた後も職場定着支援というふうな形で長く働き続けていただくためのサポートも行っています。できるだけこの地元姫路市で皆さんが長く働けるようにスタッフも一緒に頑張っていきたいと思っています。サポートがあると壁にぶつかった時も相談に乗ってもらえたりと、参加者の方も心強いですよね。はい、今後も姫路市の就職率アップにつながるよう関係機関と連携し、ジョブトレーニングなどの就職支援を行っていきたいと思います。また参加者の皆さんには多くのことを学んでいただき、就職につなげていってほしいと思います。若者を就職に結びつけるジョブトレーニング、職員たちは市民の皆さんの就職にどうしたらつながるのか、日々試行錯誤しながら取り組み内容を考えています。姫路市ではこれからも皆さんの就職を応援するため、より効果的な就職支援を行っていきます。仕事や就職に関するお悩みなどあればお気軽にご相談ください。平成30年度海外姉妹都市派遣生募集のお知らせです。今年の夏休みに姫路市の親善大使として海外姉妹都市を訪問する中学生高校生を募集します。対象は姫路市内在住で海外姉妹都市でのホームステイを希望する中学高校生です。派遣先は中学生3コース、高校生3コースです。募集人数は34名。募集要領、申し込み書は国際交流センターや姫路市内の各中学校、高校、姫路市役所、市政情報センターで配布しています。申し込み方法は4月27日金曜日までに申し込み書に必要事項を書き、各学校を通してお申し込みください。詳しくは姫路市文化国際交流財団国際交流担当、電話番号079-282-8950までお問い合わせください。最後にハッピー姫実行をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。